成果齟齬になってパチンコは良くないと思うよ。僕、成果齟齬自体は賛成なんですよ。で、なんでかっていうと、その人が何か自分でできることっていうのを見つけたり始めるのには、ある程度の安定した状態の、経済的だったり精神的に安定した状態が必要だと思っていて、で、それって生活保護さえ取れば結構いけるんですよ。で、そこの時間で、じゃあ、なんか人の役に立つものをしたらいいなとか、そのこれ面白いんじゃねえとか見つけて始めるっていうのができるから成果齟齬が大事だと思ってるんですけど、パチンコみたいなところに行ってずっとお金を消費し続けてると、そのせっかくの時間とお金っていうのが失われてしまうので、そこの将来何か作れるかもしれなかったっていう未来を失うと思うんですよ。なので本当に損するからやめた方がいいと思いますよ。なんだろうな。その本当に無能な人って世の中にはいるんですけど、結構その有能か無能かって微妙なラインで、たまたま運よく何かをやってた人っていうのが結果としてうまくいくっていうことがあるので、なので暇な人ってそうなる可能性が高いんですよね。例えば、僕今生放送でこうわーってやってますけど、こうそれなりにじゃあ名前があるから人が来てしまうっていうのはあると思うんですけど、じゃあその10年前にニコニコの生主みたいな人とか YouTuber って呼ばれる人たちとかってただの大学生とかただの若者だったと思うんですよ。でも毎日こう動画をなんかなんとなく上げ続けて全然金にならない時代があったと思うんですけど、その結果割とその知名度が上がって、で、なんか仕事が来るようになって、それで食えるようになりましたみたいな、あるわけじゃないですか。でも、多分パチンコとかやってたら、動画作る暇もないし、動画を作るためのその機材を買うこともできないし、で、本当にね、人生損すると思うんだよね。ほら、みんな死ぬじゃん、いつかは。で、時間は限られてるのですよ。とはいえ、暇つぶしでゲームをしてる僕が言うのもなんなんですけど、人間ね、いつ成功するか分からんのですよ。で、もちろんね、成功しないまま死ぬ人が大勢いるんですけど、で、だから、生アポをもらいながら成功しなくて死んでいくも、仕方ないとは思うんだけど、ワンチャンさ、成功してる人がいるんだから、それを目指した方がいいんじゃねっていうふうに僕は思うのですよ。なんだろうな。これワンチャン当たるかもって思って毎日何かをしていくのって結構楽しいんですよ。例えばさ、僕がじゃあさ掲示板っていうのを作った時も、別にそれがさ、なんかそんなにお金になるとか思ってなかったわけですよ。なんかどうなるか分からんけど、とりあえず面白いと思ってやってたわけで、そのとりあえず面白いと思うしょうもないことを毎日続けるっていうので、でもそれがちょっとずつ大きくなったり、なんかいろんなリアクションがあったりして、でそれに対処していくうちに、なんかそれだけで食えるようになっちゃったりするわけですよ。なんかね、なんだろうな、無駄に見えるようなことでもやり続けてること自体が面白いっていうのと、それをや例えばさ、毎日絵描いたらさ、やっぱりちょっとずつ上手くなるんですよ。で、ちょっとずつ上手くなるっていう成長自体が面白かったりするんですよ。なので、何か一つのことを続けるって、それ自体が自分に残るものがあったりして、それ自体が楽しかったりするんですよ。だから僕、映画の予告編見ると、面白い映画かつまんない映画か大体わかるし、大体当たるんですよ。っていう感じで、その割とそういうセンスだったり能力が何かを続けていくと磨かれたりするんですよ。